キャッチする？します。セクター。
続いてこの中で工作が得意なメンバーいますか？はーい、はいはーはーい、イエーイ。じゃあ次冬香ちゃんは9月28日までにチャタライトルモート社を作ってちょうだい。巨大なのですか？はい、できますか？ピカパワーで頑張ります。よろしくお願いいたします。はーい。石井あれちゃん、石川美優ちゃん。はい。石井と石川で石石コンビね。はい。そんな二人にはスタンボールを担当してもらいます。自分の石が穴に落ちないようにグリップを握って動かすゲームです。詳細は当日お楽しみに。すみません、名前に石がついてるからストーンボールって適当なってきてませんか？なんか言った？あ、名前に言ってない。そうだよね。ちょっとクレちゃん、クレちゃん、クレちゃん、こっち向いてくれ。はい。クレちゃんにはあっち向いてホイの要領でファンの方と対決をしてもらいます。じゃんけんはなし。では実際にやってもらいましょう。クレちゃん準備はいいですか？はい。せーの、こっち向いてくれ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 。これをファンの方と一緒にやってください。はい。クレちゃん、クレちゃん、クレちゃん、こっち向いてくれよ。この中でまだ決まってない人はいますか？はい。片平さらちゃん、鶴川なちちゃん、中野みなみちゃんね。はい。そうね、3人にはボーン、射的を担当してもらいます。3人で射的の景品を手作りしてください。すいません、どうして私たち3人は射的なんですか？7期生のレッスン風景を見ていても、特に集中力のある3人、それがあなたたち肩、鶴、中野トリオよ。はあ。ということで全部で8個のゲームブースを設置する予定です。昼公演のチケットをご購入された方が参加できます。ゲーム内容は変更する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。2年の渋井さん、お疲れ様です。お疲れ様です。あなたは先生じゃない、2年の渋井さんです。先生かと思いました。はい。ということで無事ゲームブースが決まったということで、ここでもう一つ7期生の皆さんにミッションを課したいと思いますので、7期生集合。7期生の皆さんには学園祭実行委員会をお願いしたいと思います。その実行委員会の皆さんには斬新なアイデアで新しい HKT48 のコンサートを作っていただきたいと思います。積極的に先輩も巻き込んで、みんなから絡んでいって、みんなで盛り上げていきましょう。9月28日 HKT48